ゾーン・オブ・ザ・エンダーズは、コナミ・コンピュータ・エンターテインメント・ジャパンが開発、販売した、プレイステーションに利用ゲーム、ゾーン・オブ・ザ・エンダーズ ZOE 及びその続編、ガイデンシリーズの総称。ZOE と略される。世界観を共有する、アニメーション作品も作られている。オービタル・フレームと呼ばれる、人間登場型の巨大な高機動人型ロボットを、 操って戦うアクションゲームである。エンダーズとは、ショート、エンダー、ビターエンダーの略称の複数形である。キャラクターのデザインやストーリー展開が、日本の SF ロボットアニメーションを強く意識して作られている。ゲーム発売前から同一世界観を持つアニメ作品の制作が決定し、ゲームとアニメを同時に見ることでより深く、z oe という作品を体験できる。 メディアミックス戦略も行われていた。開発はメタルギアシリーズで名を馳せていたケイケが行いメタルギアシリーズを多く手掛けた小島秀夫がプロデュースを同じくメタルギアシリーズのアートディレクターを務める進化は幼児がメカニックデザインを担当。ケイケがコナミ株式会社に吸収合併されコナミデジタルエンタテインメント内開発スタジオである 小島プロダクションが発足した後も、基本的には、同スタジオによって IP 運営がなされていた。アヌビス以降、長らく休止状態となっていたが、2012年には、ゲームやアニメ版が、HD リマスター化されて随時リリース。さらに、同年5月に行われた、イベント、ゾーン・オブ・ザ・エンダーズ HD Night 宇宙最速、リブートにおいて、続編を開発していることが発表されたが、 HD リマスター版のクオリティ問題によって、続編の開発は凍結され、現在に至る。物語の舞台は22世紀の太陽系であり、地球人類は人口問題や環境問題の深刻化から宇宙に生活圏を広げた。地球周辺のラグランジュポイントにスペースコロニーが建設され、火星をテラフォーミングし、16のカウンティを設けて植民地とした。さらに、 資源確保のため木星圏にまで進出し、衛星、エウロパのラグランジュポイント L5 2コロニー、アンティリアを建設した。だが、地球に住む人間の中には、火星遺炎に住む者を、また、火星住民は、アンティリアに住む者を、エンダーと呼んで差別する者が少なくなかった。また、地球の半分以下の重力しかない火星で生まれ育った、者は、地球出身者に比べて、 金力的に劣ることから地球出身者は火星出身者を見下し逆に火星出身者の中には半はコンプレックスに基づく反地球的な機運が高まっていったそうした背景の中未だ植民地に過ぎない火星では国連宇宙軍が武力を背景とした監視活動や弾圧を行いそれに対抗して火星側のレジスタンス活動などが活発化その中でも 反地球思想の強いカウンティ、バシリアは、軍事組織、バフラムを、結成、新兵器、オービタルフレームを開発して、地球の物量に対抗しようとしていた。2001年3月1日に発売された、プレイステーション2用ロボットアクションゲーム。監督、脚本は、岡村の明木星の衛星軌道上に浮かぶコロニーアンティリアを、舞台に、偶然から、 新型オービタルフレームジェフティに乗り込んでしまった主人公レオステンバックとバフラムの戦いを描いた作品。ストーリーは前後編の前編にあたる。ゲーム進行については前半は敵による破壊活動や一部の領域を封鎖されたコロニー内の市街地上空を飛行し各エリアへ任意に降下することができる。ストーリーの進行に応じて指定されたエリアへ降下し、 敵の撃破や捜索によって発見したローカルサーバーから新機能の追加やサブウェポンを取得しミッションを攻略する。コロニー上空を飛行中、SOS が発信されることもあり、これに応じるかどうかもプレイヤーに任される。また、コロニー内の構造物に攻撃を加えると警告を受けることがあり、これらの状況によってはエンディングが分岐する。 ゲーム後半はコロニー内部の通路へ向かうルートとなり、進行が一本堂となる。開発当初はアトランティスというコードネームでセガのドリームキャスト向けに制作が決まっていたが、制作途中にプレイステーション2が発売され、後発機種ゆえに公式スペック上では DC よりも性能が向上し、PS2 の方がメインメモリが多く、マップも広くすることができるため、 発売ハードが変更になったという、木星圏のスペースコロニー、アンティリア。ここで国費裏に開発が進められていた、バフラムの新型オブ、ジェフティ・アヌビスの2機を奪取すべく、連合宇宙軍は、アンティリアを武装占拠した。これに対し、バフラムは、奪還部隊を差し向け、アンティリアへの攻撃を開始する。それに巻き込まれた、民間人の少年レオステンバックは、 自分をいじめていた同級生たちの死を目の当たりにする。これでもういじめられずに済むという安堵の気持ちと、知人を見捨てたという罪悪感の板挟みとなりながら、必死に逃げ惑う中で、偶然、ジェフティが隠された工場に逃げ込み、そのまま登場してしまう。レオは、ジェフティに搭載された AI、ADA の言がままに、バフラムの先兵を撃退。その直後に、民間輸送船、 アトランティス号の乗組員を名乗るエレナ・ワインバーグからジェフティをアトランティス号まで運んでほしいという通信が入る。戦いに巻き込まれることを恐れるレオは拒否するが、ジェフティがコロニーから出ればバフラムもいなくなると説得され、しぶしぶながら承諾。途中で友人のセルビスクラインを救出し、様々な戦いをかいくぐりながら宇宙港へ向かう。ジェフティに、そしてレオに、 異様なまでに固執するバフラムの女性主官バイオラノカルオブ、ネートの猛攻をかろうじて退けるも、直後に現れたジェフティの兄弟機、アヌビスの圧倒的な性能差に追い詰められたレオは、毎発コロニーからの脱出に成功する。しかし、無事アトランティス号にたどり着いたレオに、ADA が語ったジェフティの真の任務は、バフラムが建造中の軍事要塞、アーマンに侵入し、 その中枢部で自爆して破壊するというものだった。死ぬために火星へと向かう ADA を、レオは質問するが、ADA は、それこそが私の存在する意味と言って譲らない。火星へと進路を取るアトランティス号を移し、物語は一旦の幕を閉じる。詳細はリンクを参照。2003年2月13日に発売された、プレイステーション2用ロボットアクションゲーム。 ZOE の直接の続編にあたる。監督、脚本は、村田修洋。キャッチコピーは、未確認浮遊会館。僕らは、宇宙でやっと自由になれる。基本的なシステムは前作を踏襲しており、より機敏に動作するようにモーションが改善され、バーストショットの高速化やグラブ攻撃による敵の保持を、拡張、サブウェポンが、拡散弾性からエネルギー共有式になった。 ボタンによる素早い選択が可能になったといった変更点もある。前作では施設破壊を避けることが多かったのとは反対に一部を除いて制限がなく地形や構造物の被弾による破壊やエフェクトを強化し外壁や建築材をグラブでつかみ利用することが可能になった。前作が舞台となるコロニーの各所を何度も往復することが多かったのに対し本作は 舞台進行を一本堂とし、特徴的な舞台が、次々と入れ替わるようになり、メリハリがついた。また、各キャラクターの応答や提案に、プレイヤーの操作で、積極的もしくは消極的な応答、提案の採択を返すことも、可能になった。木星衛星カリストで採掘工をしていた元バフラム軍人リンゴイ、e、グリッドが、レオの手によって隠されていたジェフティの発見を機に、 過去の因縁に決着をつけるため、かつての上官のオーマンと死闘を演じる様を描く。公式ウェブサイトでは、第一作と本作をつなぐ小説が公開されている。ミニゲームとして、ジェフティ以外のオブを操作できる対戦や作中での、イベント、タイムアタック、撃墜されるまで戦うサバイバル、ボスバトルなどができる、エクストラミッション、その他に、グラディウスを模した、3D シューティングゲームの、 ゾーレディアスが収録。スペシャルエディションではエクストラミッションが増えている。また、前作のストーリーをダイジェストムービー形式で収録している。欧米版での追加要素を収録して2004年1月15日に発売されたアヌビスゾーン・オブ・ザ・エンダーズスペシャルエディションでは追加要素が拡張されたほか、グラフィックの作り込み強化、戦闘パートの追加、 デモシーンの追加が行われている。バイオリン演奏に金子アスカを起用した主題歌 Beyond the Bounds のスキャットはフィンランド語をベースに創作された造語で歌われており、歌詞のイメージはエジプト神話をモチーフとしている。スタッフの談話では造語部分はスペルを影響するようなイメージとされている。オンラインショップの amazon.co.jp では1000本以上を売り上げた。 オリジナルサウンドトラックにはサナが歌うテクノポップバージョンのビヨンドザバウンズが収録されており、こちらはヨーロッパ版アヌビスのオープニングテーマとスペシャルエディションの裏オープニングテーマとして使われ、音楽ゲームポップンミュージック8の PS2 版にも短縮版が収録されている。前作から2年後、ノーマンがカルアヌビスとその基礎技術を応用した新型オーブを要するバフラムは、 連合宇宙軍を壊滅状態に陥れ、火星圏を事実上制圧。強大な力を持つ軍事要塞、アーマーンの完成を急いでいた。ジェフティをアーマーン中枢で自爆させるという匿名を帯びていた。連合宇宙軍のエレナ・ワインバーグは、バフラム軍の濃密な警戒網をかいくぐって、ジェフティをアーマーンに到達させることは不可能と判断。 ジェフティを火星まで移送後解体する予定であったが、状況を知った量によって移送用カタパルトの射出角度を調整され、自然のメタトロン反応に紛れる形でカリストに引得された。木星の衛星カリストで採掘作業員をしていたディンゴ・イーグリッドは、作業中に強いメタトロン反応をキャッチし、原因を調べに向かう。その現場でジェフティの入ったコンテナを見つけるが、 剣マリネリス率いるバフラムの部隊の襲撃に遭う。ディンゴは同僚たちを助けるために、ジェフティを買って、剣を撃破し、敵母艦に潜入するが、かつてのディンゴの上官であった、ノーマンに遭遇。バフラムへの復帰を求められたディンゴはそれを拒否、背を向けたところを、ノーマンに銃撃され瀕死の重傷を負ってしまう。それから2ヶ月後。ディンゴは機械によって失った。 心肺機能を代替される形で蘇生されるが、機械からのエネルギー供給をジェフティへと直結されたことにより、ジェフティから降りたら死ぬ体にされてしまう。ケンはバフラムに潜入している連合宇宙軍のスパイを名乗り、ケンの指示でアーマーン計画の阻止に乗り出すことになる。詳細はそれぞれのリンクを参照。ZOE シリーズは一人のアーティストだけが手掛けておらず、 それぞれ作曲者が違う。アヌビスの音楽では6人のアーティストが手掛けている。その中で1つしか楽曲を作っていないのは、木村薪と鈴木光人フィーチャーリング、サナの2人であり、他はそれぞれ戦闘曲やステージ曲、イベント曲を手掛けている。入っている、楽曲数と CD の最大録音時間の都合で、全曲が曲がループしない、ループ前にフェードアウトする。 楽曲の随所に、ビヨンド・ザ・バウンズのサビ部分、または歌の部分がアレンジされて入ることがある。アヌビスのサウンドトラックに入っている曲一覧、CD 番号順。CD 番号順はストーリーに沿ってはいない。ZOE と関わりのあったディレクターの岡村の明のブログで、プロジェクト初期のタイトル、アトランティスのストーリー案、そして、レオが主役だった場合のボツストーリー案が、 公開されている。同時に、岡村のりと、ZOE、当時の小島組、小島秀夫との関わりについても記載されている。レオを主役としたボツストーリーの要約は、以下の通り。詳細は、岡村のりのブログを参照。アンティリアを脱出したレオは、アトランティス号のメンバーと共に、火星園域、ジェフティ・ウソウの本当の依頼者を知ることになる。その後、一度地球を経由して、 再び火星へ赴くれよ。アーマーンを用いて火星の人民を人質に取ったバフラムを止めるべく、ジェフティはアーマーンへ乗り込み、アヌビスと対峙する。戦闘の最中、アヌビスのフレームランナー、ノーマンはジェフティとアヌビス、そしてメタトロンと文明に関係する事柄、戦いの理由を語り始める。 2001年9月27日に発売されたゲームボーイアドバンス用シミュレーションロールプレーングゲーム。火星と地球を往復する移民船で働いていた主人公ケージ・ミットウェルが船の格納庫で出会った少女ミオナ・オルデラニア謎の機体テスタメントと共に火星に降り立ち反地球レジスタンス組織 BIS の一員として行動する外伝作品。時系列は アヌビスの1年前にあたり多媒体作品のキャラクターもゲストで登場し、1作目に登場した情報端末、ローカルサーバーも登場した。ストーリー分岐により2つあるエンディングのどちらかを迎える。オプションとしてメカニックキャラクター図鑑、基本用語ファイルを備えている。開発は小島プロダクションではなくウィンキーソフト。シナリオは スーパーロボット対戦 F 完結編に携わったスタッフが担当している。システムについては、ウィンキーソフトが過去に制作を担当していたスーパーロボット対戦シリーズと共通性があり、資金を使った機体と武器の改造もある。戦闘時に機体のパラメータを攻撃は威力と命中率、防御は防御量と回避率のどちらを重視するか調整することもでき。 戦闘時にイヤズを選択した場合は命中率と回避率がカーソルの速度や大きさ、機体速度に影響される。本作は通常のシミュレーションゲーム型の戦闘方法の他にイアーズというプレイヤーが介入する戦闘方法を選択し、プレイヤーが能動的に攻撃や回避を行うことができる。戦闘方法にイヤズを選択した場合、プレイヤー側が攻撃の場合は、 動き回る敵にターゲットカーソルを合わせてボタンを押すことにより攻撃を成功させる。逆に敵が攻撃してきた場合は敵のターゲットカーソルから逃げ回るように機体を動かし攻撃が当たらないように回避する。攻撃、回避ともにカーソルや機体のグラフィック内にはクリティカルポイントがありこれをカーソルの中心で捉えるとクリティカルヒットとなる。一部のマップ中には ローカルサーバーがあり、サーバーにユニットを置くことで、ステージクリア後に、オブの武器、特殊機能が追加される。主要人物、BIS の関係者 UNSF の関係者詳細は、それぞれのリンクを参照 PS3 版及び、Xbox 360版を2012年10月25日に、同時発売された。当初は PS ビータ版も発売予定されていた。 ZOE と a n u ス i s のグラフィックを解像度 720p、フレームレート 60fps にリマスタリング、画角を16、9のワイドモードにするなど、現世代機の標準的な仕様に合わせて制作した。公式サイトではこれを HDQ、HS ロボットアクションと銘打っている。リマスタリングは、小島プロダクション監修のもと、アメリカのハイボルテージソフトウェアによって行われている。 このほか、ZOE とアヌビスをつなぐ幕上げ的なオープニングアニメーションをアニメ版で縁の深いサンライズが新規制作。PS3 版、アヌビスにてレンダリングの関係で処理落ちが発生していたため、修正パッチ及び修正済み製品版が2013年7月25日に配信、発売された。修正パッチの制作は後に PlayStation4。 Xbox One 版、ファイナルファンタジー零式 HD の制作も手掛けた、ヘキサドライブによって行われ、描画エンジンの総入れ替えによる処理落ちの改善だけでなく、CPU の演算処理部分の最適化等が行われた結果、パッチ適用前よりも10倍以上の高速化と、高精細化が施された。これにより、Xbox 360版も、 同様に最適化を望むユーザーの声が多数あったが、Xbox 360版では発売当初の PS3 版ほどの処理落ちは発生せず、また、セールス状況等を考慮した結果、Xbox 360版の修正パッチ制作は見送ると小島秀夫がコメントしている。なお、修正済み製品版には、メタルギアライジングリベンジンスの体験版は収録されていないため、 Xbox 360版と同様にセロ C に区分されている。また、ダウンロード版では、ZOE と a n u ス i s がそれぞれ単体販売もされている。ZONE OF THE ENDERS と同時発売された OVA であり、ZOE より前の時代設定となっている。2001年に放送されたテレビアニメ作品で、ZONE OF THE ENDERS と同時期の時代を描いている。 50音順で表記オブが装備している武器、無人オブも装備しているものがある。基本的にどれもがオブ用の非常に高出力なものであるので、ものによっては空間破壊を起こすバーストと同等以上のウェポンも、アリオブの空間障壁のシールドを突破できるものもある。以下の説明はゲームシステム上の表現を含めて解説する。ありがとうございます。